ございます。ね、その任務私も協力してあげよっか。ごちそうさまでした。無理して猫かぶんなきゃいいのによ。私なんてお抱えシェフが腕を振るいすぎて困ってしまいますわ。何あれすっごい浅草ネオン。走りかよ、情けねえ。事故で巻物が爆発しただろう。ちょっと失礼します。と川木くん、いきなり後ろに立つのやめてってば。またそれかよ。他の奴らにも素の顔じゃダメなのか。大丈夫。え、イベントお友達が欲しいの？はあ、違いますわ。ぜひいらっしゃってくださいね。やったー。ま、お茶会だかなんだか知らねえが適当にやりゃいいか。私の助け。明日はみんなを完璧にもてなしてみせるんだから。こんなパーティーできるかな。大丈夫よ、カエ。うわー、すごーい。川木くんも来てくれたんですね。騙されてはいけません、カエさん。そうそう、いろいろなスイーツを用意してますけど、川木くんは何がお好きですか？いいよね、たい焼き。僕は騙されないぞ。いい、お茶は音を立てて飲んじゃダメだよ。持ち上げる。どこまで。見てください、カエさん、あの怪しい姿を。え、おいしい。オスカさん、いかがですか？うちに来るパパの友達か、ガーラさんとかかな。でもパパ家じゃ寝てばっかだよ。なんか仲良くなってんな、あいつら。そういえば、それは忍者になれば。よかった、うまくいってるみたい。意外と肩凝るよな。もっと気楽でいいのにさ。おっきいケーキ、すごい豪華だ。あー、すごい。なんだこの妙な匂い。あぶねえ。説明は後だ。いいや、今説明してもらおう。そっちから喧嘩を打っておいて。二人ともいい加減にして。ダメだ、狙われてることは話せねえ。そんなもんですって。まあ結果オーライってとこですわ。うるせえ。カエさんに謝った方がいいんじゃない？ひょっとして任務で会わしたの？まさかあいつか？オスカちゃんが？証拠が必要だよ。じゃあどうやって。ねえ、あそこは？そんなもん聞いたこと。待てよ、カワキくん。そこまで言わなくても。そうだ、カエさんに責任は。いいえ、待って。ひまわりさん。一体誰がそんなことをしたって言うんですの？それはカワキくん、早く来て。ドローンじゃないか。そう、問い詰めたらこいつが全部白状したぜ。謝りなさい、ネオンちゃんやみんなに。友達に嫌なことさせて、しかも責任を押し付けて。ごめんなさい。あ、う、う、
ちの方がいいと思うよ。じゃあお茶会のやり直しといくか。でもケーキが、おいしい。おい、家着いたぞ。すまねえ、日向。いよいよ明日はナルト君の晴れ舞台ですね。僕らもんだけどな。候補にも入ってなかったお前が譲るというメラ。うん？エルカセオ。二人でお父さん起こしてきてくれる？はーい。おかげの就任式ってやつなんだろ。昨日もお父さんが帰ってくるまで起きてるって。なかなかね。じゃあ私は羽織を取ってきます。え、あれ、これだけは誰にも譲れん。完璧なものに仕上げたいからギリギリになるって言われたの。何歳なんだよそのばあさん。受け取ったら温泉とかで余生を過ごしたいよ。いやいや、めんどくせえ。禁煙ですよこれ、最近はどこもだな。おい、日向か。ねえ、ナルトはまだなの？お願いします。そろそろ私見てきます。あ、二人とも、もう行くぞ。何やってるんだったの？外になるんだから待ってくれ。みんな二人とももう行かねえと間に合わなくなる。でもお前が引っ張らなきゃ。え、母ちゃんと同じ目？やべえって、なんか強いし。ロックオン。このハマル。はい。この場を取り仕切るのは六代目火影ことこの私、畑かかす。では早速この人物に登場願おう。皆もご存知、サンキューだってばよ。これすまない。これは九死の転結。兄ちゃん、かくれんぼのつもり、ここかな。心に決めたんだってばさ。反則だろ。あれからだ。ひまわりが熱を出した。父ちゃん。本当だ。たく。ハンバーグ。いや、ダメ。ハンバーグ。一番だ。ねえ、ちょっと。ハンバーグ、ハンバーグ持って。お前が食べんじゃねえだろ。俺が食べんじゃねえよ。出ててちょうだい。さて、ひまわりも大丈夫そうだし、父ちゃん仕事を残す。一緒に飯でも食いに行くか。え、父ちゃんと？いやか。じゃねえか。で、どこ行くんだよ。ここはな、父ちゃんが子供の頃から通ってる馴染みの店。お前ちょっと目離すとハンバーガーばっか食ってるって。お前一楽のラーメンの凄さを知らない。一品なんだぜ。マジかよ。いえ、お忙しいでしょうし。あら、
今日は息子さんとご一緒で。何なさいます？じゃあ特製ラーメンを2つ。先代店主である父から7代目へのご結婚祝いですからね。ほら、匂い嗅ぐと今は随分ピカピカになっちまったけど。食べてくもんじゃねえの。いやいや、母さんがぜひラーメンが食べたい。いや本当に本当だって。その時から母さん、そうなんだ、すっかり。まあぼちぼち。こんなのなんだ。お、なんだ、そういうの好きなのか。ちゃんとガキなんだよな。まあ順調に友達も増えてるみてえで。いよいよ慣例の5日について話し合われる予定です。表向きは母ちゃんとひまわりだけは泣かせんなよ。ああ、能天気のガキじゃいられねえのは誰のせいだと思ってんだよ。どこも親子で飯か。うん、まあね。アチスとパパは邪魔しないでくれよ。ナルト、これはぽっちゃり系のプライドを。おお、頑張れよ。そうか、そっぱの、うん、伝説の大食い。伸びちまう前に食おうってばよ。ん、うまかっただろ。え、まあそこそこかな。昔からたくさん大切な思い出があるんだ。引き分けか。じゃあな、長次。あ、おう。毎度ありがとうございます。息子さんに話されていないんですか。マジかよ。ナルト君はあの就任式の後、昔からの夢だったのに。しばらくうちにいてもらうってばよ。けっ、ガーラと。こっちだってお前の匂いを嗅ぐ。ピドクやられたお前がわしに勝てるのか。わしならあんな。おいおい、どうしたんだよ。やめろってクロム。誰が茶釜だねき、なんとにビビるか。そんなにキレると。二重同士なのに仲の悪さは相変わらずかよ。ただいま。しばらくだな。主客、まだその中入ってたのかよ。じゃあ改めてよろしくな。ふん、俺はあんまり長い。おひまわり、こいつは主客人形じゃなくて。おお、話せって。よろしくね、主客。やっちゃ、主客も刀しだってばさ。あらあら、どうした。明日は一日お休み取れたんですって。誇り高い一味様だ。ぬいぐるみでもペットでもねえぞ。全部で9体いるんだよな。あ、1尾から9尾まで。チャンスがあったら見てみたいってばさ。とはいえ、簡単にお前たち人間の世話なんかになるような玉じゃねえのさ。いるんだわ、美獣。ああ、クラマだ。この里は俺の家で、みんなは俺の家族だ。まあ大雑把人中力だったからな。人中力は不幸な歴史ってやつさ。会ってみたいな。こいつしょっちゅう寝てて。やめとけやめとけ。じゃあシカークが代わりに。ひまわり、それに父ちゃん、こいつと一緒に今からちょっと。いいや。うん、ソン。うん、サイケン。はい。他はわしら美獣の深層心理がつながった精神。やつらもちらほらいるみてえだぜ。ああ、またか。保護されるだの言われても、すぐ素直に卑怯なやつは好けないやよ。まあおめえがどうしてもっつうなら別だけど。ところで一味のやつはどうした。おめえと一緒に出てこられねえのさ。今のなりをみんなにからかわれるのが分かっ。絶対ギャグンと言わせてやるからな。うん、
前も似たようなもんだ。俺もお前も悶絶させられたろ。俺たち、あの話は忘れろ。それに、いいことを聞いたぞ。家に置いとくわけにもいかないだろ。ふん、ね、クラマを悶絶させたって時の詳しい話を聞くチャンスかもしれない。これなんだからな。疲れてるんだから寝かせた。お兄ちゃん、本当にこいつがあの狐をギャフンと言わせたのか。任務だ。任務？ボルトから。おう、一人で大丈夫か？なんか妙に仲良くなっちまったな。パパが寝込んじゃったのは覚えてるけど、私もその時に。こんなことならわざわざ来るんじゃなかったぜ。二重だぜ。人間とは何もかも違うんだよ。お、ひまわり。やっぱ人間に混じる暮らしなんざ俺には性に合わなかったんだよ。誰だ。ここで寝てたのに。あいつ一度寝たらなかん。なんだい。この辺に近く、この近くのスクラップ場域になったと思うけど。お兄ちゃん見て。どうする。こんなにぶっ壊してでも止めるか。なんだ？あれ？あ、四角。あ、いや、それは別にいいんだけどよ。本当？お兄ちゃん大丈夫？もう。ちっ、お見通しかよ。相変わらず嫌な野郎ぜ。だが、こいつら一家と来たらどいつもこいつも。分かったと思うがよ、なかなか飽きねえ連中だぜ。他に引っ込んで出てこねえのは相変わらずの人間嫌いだから。この一家を見守る。勝手な勘繰りはよすんだな。ムカつくタヌキだぜ。そりゃどう。どこへ行くの？忍びに休息などない。お父さんみたいだって思って。父ちゃん、師匠なんていたの？いたわよ、ジライア様っていう。それは無理なの。写真ならあるわよ、見る？うわ、すごいハゼなおじさん。そうね、見た目もそうだ。へえ。うわ、綱手のばあちゃん。サラちゃんのお母さんに、鹿台さんのお父さん。ネジおじさんだよな。ええ、私のいとこなんだけれど。あれ、この写真サスケさんいないけど、どんなだったこの頃のサスケさん。え、やっぱすげえな、サスケさんは。見た目もかっけえし。でもすごい忍びだったのよ、ジライア様。パ
の好きなものでいいんじゃないの？っていうかパパは？いない時とはあまり変わんないじゃん。練習場にいなかったからまだ家にいるかと思ってつけてもらったりいろいろ聞きたかったんだけどな。聞きたいことって？ライヤさん、聞いたことあるような。マジか。あの時私パパとちょっとギクシャクの気持ちを理解するといいって。その本の作者の名前。なるほどね。内容はいわゆる処世術の本だよな。多分ね。でなんでここ古い本だし、フリマに出品。ミオ先生。なんだお前ら、そこにいたんだったら捕まえ。いやいや、今の絶対カッコつけたかっただけだろう。ジライア様が書いた本だよ。人の本だ。ジライアさんのこと知ってるの？そこの弟子で伝説の3人のうちの1人だ。すごい忍びだった。4代目七大戦の立役者でもある。今の木の葉に平和を。すげえ忍びだったぜ。俺と違って火影の器。俺が自ら火影の座を降りたって話。初耳です。けどナルトはお前本当の話だ。頑張れよ。でさあ、本題はそのすごい処世術の本みたいなんだ。処世術。余計に読みたくなりました。読まんでいい。今まだ早いって。一体どんな内容の小説なんだってばさ。なるほどな、深い内容ってことか。いいよ。お店出してるの？なかなか売れないんだよね。イチャイチャタクティクスって本読んだことある？その小説なんだ。もしかして あれはそうじゃなくて推理小説。聞きたいんだけど。いつかね。今のボルトの年頃だったな。ナルトがジライ。あの時のナルトは本当にすごかったよ。まあこの先でお店出してる古道具屋さんにあるかもよ。この T シャツ俺にも着られそうだよ。誰かと思えば我ら親子の永遠の楽海だ。俺この間の大食い大会での人を買い上げで2枚サービスです。すごい売ったな。じゃあまた。これは何もここ。イチャイチャ。ちょっと待ってくださいね。あ、あったあった。おお、まだ早いよ。なんだよパパ。古代の遺物とされる化石のようなものを発見したという発表があります。本当に？まったく。そう言われると。バーッソー。早く帰るよ。言ってママが張り切ってご飯作って待って。サスケさん、知りたい。急にどうした？だって母ちゃんが。それとさ、母ちゃんが父ちゃんと。確かにそうだが、全く同じというわけで必死に修行を積み、最終的にはそれが身を結ぶ。そういう問題ではない。ナルトは命を懸けて存在が大きい。あいつに忍者とは何たるか。俺とお前はあの二人の域には達していないだろう。